今日は笠間市民球場で東洋大牛久対土浦一高の試合が開催されました。プレーボール、試合開始です。1回表、最後のバッターを打ち取ってチェンジ。1回裏、2点目のタイムリーを打ち、喜ぶ応援団の様子です。相手側ベンチから応援団の様子を撮影しました。こちらは点が入った時の様子です。そして試合終了の瞬間、3対3で迎えた9回の攻防。9回表、土浦一高は先頭バッターの4番が打った二塁打のチャンスをものにし4対3。続く9回裏、東洋大牛久も得点圏までランナーを進めましたが、後が続かず試合終了。序盤は東洋大牛久ペースでしたが、中盤から主導権を握った土浦一高がその勢いのまま逆転勝ちを収めたという流れです。東洋大牛久高校の野球部の皆さん、本当にお疲れ様でした。